なんかもう完成した？もしかして。してますよ。おお。それで言うともうとっくにしてますよ。なるほどね。なんだけど撮影をね、はい、してたんだよ。完成撮影をしてました。なるほど。ガレージキットってやつですよ。私のオリジナルですよ。やっぱりね、まだまだですよ。まだまだです。何がっていうとですよ。この前のイベントでね、ホビージャパンさん55周年イベントだっけ、うん、でですね、はい、何ですかこのキャラクターはーって、うん、まあでも興味を持ってくださってるわけですよ、はいはい、初めて見てくれた方が、はいはい、宣伝しましたよ私は宣伝しましたか。これはですね、スノイドと言いましてですね、カクガクシカジカカクガクシカジカ、チャンネル登録もしていただきましたよ。あ、宣伝活動。地道な宣伝活動ですよ、うん、そうよ。セルフ広報え、セルフ広報そうだよ、はい、こうやって塗りながら、これはですね今回この完成したフィギュアはね、今回依頼で塗ったやつだよね。あ、そう、あ、うん、そうなんだよ。まあビオリでちょくちょく言ってはいたよね。これはの依頼品の、ビオリが言ったかな、依頼品の塗装ですみたいな、うん、あ、依頼受けてんのって思う方も多分多くはいると思って、うん、そこに関して詳しくはあんまり喋ってないかも。まあなんか広く依頼やってますみたいな感じではないからね。そう、うん、その理由みたいなのも、まあ、うん、まあ語れることは実はあるんだけどね。どうぞ。あ、今ここで？あ、違う？流れ、あ、そういうこと、そういう流れじゃなかったの？私さ、多分さ、私が語り始めて、うん、結構まとまりつかない感じ、長々話すわけですよ、うん、マスさん今一眼レフをこう。別にいいっすよ。え、そう、うん、どっから話そうかな。いや、まあそうだね、まあ一言で言うと、うん、まあずっと塗装やってるじゃないですか私今まで。で、まあ話したこともあるんだけど、当然半券物とかのご依頼はもうずっとできない状態だったわけなんですけど、うん、個人はね。そう、個人はね、普通に企業からの依頼とかそうそうそう、いろいろメーカーさんからの仕事はありますよ。あります、あります、うん、それは補足あります、補足お願いします、はい、結構話上手くないから、うん、そう、まあ、なんだけれども、まあオリジナル あのシリーズがもうできましたので、うん、1年前ぐらいだっけとできましたので、まあ、まあそういうご依頼もまあ受けられる環境にはなったっていうところなんですよ、うん、まあ、それで言うと、うん、で、まあありがたい話なんだけど、うん、作品が欲しいですって言っていただけること、うん、まあ一点物ってなってくると私やっぱり時間も結構かかったりとかするし、まあ数ヶ月かかるものもあるからね。まあその並行しながらやってるから、うん、まあ期間的なところで言うとね、結構かかったりする場合もあるし、まあなんて言うんですかね、まあ条件が合わないとなかなかこうご依頼は受けれないっていう状況なんだけれども、うん、あ、まあ、うん、多分ね、感覚としてはね、その、うん、なんだろう、まあこれ難しいんだけど、例えば芸術の世界にいる人、うん、例えばなんだろうな、まあ、絵画1000万とか2000万とか、例えばなんて言うんだ、彫刻作品とかを、うん、まあ、5000万とかで買うようないわゆる芸術作品だよね。だからそういう人からしてみると全然安いとは思うけど、うん、ただ一般的なそのフィギュア、なんて言うんだろう、その一番くじとか、なんだろう、スケールフィギュアだったりとかっていうところで考えると、うん、多分感覚としては高いなって思う人も、うん、一定数はいると思うよって話、まあ、ここの感覚の話だから、ね、確かに、まあ、金額みたいなところは受け取り方も違うし、人によって全然違うから一概にこうとは言えないけど、ただそのどこのジャンルにいる人かによって、金額のその高い低い安いっていうのは結構違ってくるとは思うっていう話。本当にマサさんの今言ってくれた通りで、実はね、うん、まあ、ここから話がちょっと深くなっていくんだけど、うん、私昔その絵画をやってたって言ってたじゃない、うんうんうん、言ってしまったら今やってたようなアーティスト活動みたいなのを、うん、まあ、やってもおかしくないような、まあ、行動をしてたんですよ、うんうん、昔で、その時にぶっちゃけ積極的にやってなかったんだけど、私の作品を見た方がまあ依頼だよね、うん、をお願いされたことがあって、うん、でもまあ金額も当然いろいろ発生するし、うん、まあ、私その時別のことで忙しかったりとかして、それこそ忙しかったりとかして、期間的な問題だったりとか、あとは方向性の問題だったりとか、依頼をいただいた方のその考え方だったりとか、なんで私にお願いをしたのかっていうことだったりとか、結構複雑になってくるんだけど、うん、そこが一個でも噛み合わないとトラブルになるんだよね。うん、なるほどね。そう、確かにね。で、経験があったのね私は、うん、だから
まあそこがカチッと噛み合わないと私はうん、お受けできないっていうのはもう何年も前からそういうスタイルでやってますから、うん、それこそなんか私の場合はだよ、この制作代行っていう形とかじゃなくて、あくまで一つのその作品、もうこれ、うん、例えば今回塗ったやつはもうこれ以上のものはないっていう感じで、もう一個一個、うん、このルシカはもうこのルシカだみたいな感じで作品として作ってるから、うん、まあなんていうんですかね、まあいろいろとこう待っていただく時間だったりとか、さっき言った金額的なことも含めて、あとはやっぱり私のこの方向性みたいなところも理解をしていただいた上で、こう依頼をくださる方っていうところで、うん、まあ、やってるっていうところ、まあまあまあ、まあ、言ってることはちゃんと伝わってる、伝わってるかしらね、うん、まあこれでもなんか話しきれてはないんだけど、あんまりこう軽く話したくはない話だったんだけど、うん、まあ方向性だけ、まあ、そういう感じですかね今。まあまあまあ言ってることは全然わかるし、伝わるかな、うん、まあ、伝わらないと思うんだったら全然補足の言葉を言ってもいいと思うよ、別に全然。まあそうだね。いやでもね、本当にね、昔マジで揉めたことあるんだよ。まあね、俺もねそれはわかる。その、うん、なんて言うんだろうな、依頼する側も、うん、ある程度やっぱりね、その財布からお金出して、うん、この金額払ってるんだから、うん、こういう作品が来るだろうとかっていうふうに思っちゃうと、やっぱりなんて言うんだろう、自分が思ってたものと違うってなっちゃうんだよね。だから、うん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 、それが発生するんだったら、うん、依頼は受けませんっていうのが正しいと思うんだよ。うん、うん、そうだね。でそういうトラブルってやっぱ非常に多いと思ってて、うん、例えばこんだけ高い金額出したんだから、うん、これぐらいはやってくれよみたいなのが発生しただけで、うん、もう俺はそれ成立してないと思うのね、うんうんうん、だからある程度やっぱりそのアーティストに物を頼むときとか、そう、俺らもそうじゃん。例えば、絵師さんにお願いしますとか、例えばなんていうと、デザインお願いしますってなった時に、うん、こっちベースでやってもらう、いわゆる依頼代行みたいな、その代行みたいなもの、デザインとか代行になると、それはこっちの要望があるからそれ通りにお願いねってはなるけど、うん、逆にアーティストに物を頼む時って、あなたの作品が欲しいんですだから、俺もだからそういうなんかいわゆるハンドメイドの作品とかいろいろ買ったことあるけど、うん、いちいちなんか依頼したこともあるわけよ。うん、いちいちなんかこうこうしてくださいとかない、ないんだよね。そのあなたのものだから欲しいっていうのが一番最初に来るから。あーでも私も、俺はね、お願いしたこと結構あるんだけど、うん、私もそうかな。今までの作品とか見て、うん、あこの人にお願いしたいなと思って、うん、まあ、その中で例えば選べる方向性とかがある場合はもちろん言ったりすることもあるけど、あ、まあね、まあ、それはね、そうそうそう、例えばなんていうの、ちょっとふわっとした内容ぐらいだったらいいわけよ。例えばなんか赤が好きだから、うん、赤入れてくれたら嬉しいですみたいなものとかね。そうだね。そういうのは別に俺いいと思うんだけど。確かにね。ただなんか指定が多くなってくると、うん、なんかそれって代行になってきちゃうよねみたいな。なんか自分がやる必要あるかなってなってきちゃうじゃん。うん、そうだね。そうなってきたら多分、うん、代行の人とかそういうのを専門にやってるデザインの人とかにこう任した方が俺はいいと思うのね。うん、もうその手の方はなんかその手の道というか、うん、もうプロで。うん、かなり確実な仕事をやってくださる方たくさんいるから、うん、 そうね、そこなんだよね。なんか私があえてこう自分の口でわざわざ正直言いたくないし言うようなことじゃないんだけど、うん、まあ、あくまでこう発信を、うん、こうやって YouTube 撮ってるからあえて、まあ、言葉選びながら喋ると、うん、まあそうだね、そのある程度、うん、本当にそのさっきマスターが言ってくれたように私のいろいろ見てくれた上で、うん、もうお願いしたいっていう、本当にもう何でもいい、言ってしまったらもう何でもいいからやってくださいっていう、うん、でこっちは絶対その気持ちがある方に対して、うん、その雑なことは絶対にやらないし、そうだね、そもそもそれはもう当たり前の話と思ってるから、うん、そう、だから個人に限るよこの話は。あ、企業とかになるともちろんその企画があってこういう方向性で行くとかっていうのはいろいろあると思うから、そうなんです、そこはこう話し合いをしていつもすり合わせをするわけですよ。でもっと言うと、もっと言うとだから今もマスターが補足してくれたけど、うん、これをただ私がさらって言うと、うん、じゃあこの仕事は違うんですかって一括りで見ちゃう人やっぱいるのね。まあまあまあいるだろうね。でこれがわざわざ私の口から言わなくても、うん、こう当たり前としてちゃんとこう理解してくださってる方っていう、なんかなんかこう、うん、私が言うと偉そうになるけど、まあでもそういうことなんだよね。あ、まあ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 。で、そういう方はトラブルが過去に起きたこともないの、うん、もう絶対に起きないの、それはもうお互いの気持ちがこう、ね、一致しているから、うん、そうなの。だから簡単に言うと、うん、やっぱりね、その自分自身でいわゆるすげえ簡単にまとめると、うん、お客さんを選ぶよって言ってるわけだよ。でこれってその
本人が言うとやっぱ強く聞こえるし、うん、偉そうに聞こえるのもそうなんだけど、うん、でもそれなぜかっていうとトラブルがあるからなんだよって話なんだよ。でこのトラブルっていうのは依頼する側っていうのが基本的には目的があったりとかこうしてほしいっていう思いが強いからこそ、うん、そうならなかった時の、うん、なんて言うんだろうな、その不満が爆発しちゃうっていう。でそれなんでかっていうと安くない金額払ってるしすごい背伸びをした金額を払っちゃうとそうなるわけだよ、うん、だからなんかそういう、うんうんうん、なんて言うんだろうな、もう俺らは2人でやってるからやっぱそういうところもちゃんと見るし、うん、この人はそのすごい背伸びをして買ってくれてるんだなっていうのがやっぱり見えたりすると、うん、普段の商品とかはありがとねってなるけど、やっぱり個人のそのすごいいわゆるオーダーみたいな感じになってくると、その背伸びするんだったらやらない方がいいと思うよってこっちから断ることも結構多いから俺は。うん、やっぱりこう、うん、気持ちよくね、せっかく最初はそのお願いしたいなとか、うん、少なからずなんか私に例えば頼みたいと思いがあって声かけてくださってる方なわけだから、うんうんうん、やっぱりこう結果的に、うん、その嫌な気持ちにはなり、うんうんうん、させたくないわけじゃないですか、うん、そう、まあそうそうそう、でやり取りも多くなるからやっぱそのなんて言うんだろう、俺、まあ、基本的には俺が窓口に行ってやるけど、うんうん、俺とのやり取りも多くなってきたりするから、やっぱり人となりとかすごい大事だし、うん、どういう性格してるのかとかどういう人なのかっていうのはすごい大事。やっぱ作品を作った上で相手に渡すって、うん、なんか自分のこう子供を渡すような気持ちになるわけじゃん。まあね、うん、だから作品に対して全く思い入れがないわけじゃないからこそ、うん、なんかやっぱりいい人の元に行ってほしいしとかは考えはするよね、うん、なんか本当難しいよね。でもなんか私それで結構ね悲しい思いもあるよやっぱり。うん、うん、なんかちょっと長くなるけど大丈夫、ちょっと全然大丈夫、まだ10分ぐらい。あ、本当、なんか、まあ、いろいろ伏せるけど、うん、まあ、例えば、いや本当にそんなこと起こるのって多分思う人結構いると思うんだよ、うん、だけど私は昔の絵の時に、うん、めっちゃいろいろ端折るけど、うん、お願いしたいです、うん、あ、結構強い思いなのかなと思ったから、まあ直接お会いしてお話聞くわけよ、うん、詳しく。そしたらなんか結構こういう方向性で作ってほしいみたいな具体的ななんか資料みたいなやつまで作ってきててはいはい、はい、あ、それでも見て、あ、うん、熱意がある方だなみたいな、うん、で私はその時、まあ、昔ちらっと話したんだけどメインの動画で、うん、起業とかしてたんだよね、うん、そうで、あ、自分がね、そう、うん、私がね、で、うん、なんかめっちゃ忙しかったのその時、その時ね、でだからお受けさせていただくきます、ただしかしその場合待っていただきますよみたいな、うん、1年間ぐらいの期間をかけてその完成していく感じになると思うみたいな、うん、そうで、なんかで私のその作風だったりとか動き方的にそのなんか読めない部分がある、だから、うん、期間的にはそれぐらい取って結構後半にバって、あ、もう今だっていう時に例えば制作波があるからね、私もね、そういうスタイルなので、うん、だから待っていただきます、とにかく待っていただきますと予約すると、うん、で、分かった、大丈夫、うん、それでも大丈夫、お願いしたいみたいなことを言ってたわけ、うん、で、こっからちょっとね、まあなんて言うんだろうね、私の感覚的な話になってくるし、結果的にちょっとだ、うんって人だったからも言うけど、違和感はあったんだ、その後、うん、なんかすごくこう、自慢話がすごく始まって、うん、なんかアーティストってこういうもんだよみたいな話が始まって、これに結構あるんだよ、うーん、若手のなんかその作家、女の子の作家、女の子多いんじゃないわかんないけど、うん、に対してこう持論をめっちゃ語って、なんか自分がなんかパトロンマウントみたいな、うん、結構これあるあるなのね。でそれで、あ、大丈夫かなとかって思ったわけよ。でその時なんか用意してくれてたその打ち合わせの場所がなんかいいご飯も出せる場所だったのね。ああ、はいはいはい、あるでしょ、結構想像つくでしょ、まあまあまあ、それは、うん、そう、なんとなく別に、そうそう、でそれで、ああ、ありがとうございました、ごちそうになりました、うん、うん、まあ、自分が出してもよかったんだけど、せっかくだからっていうのでもありがたく、年も上だったし、まあ、気持ちもあるし、そう、気持ちもあるから、うん、それでなんか、いやいや、もういいですってなるのもなんかちょっとあるじゃん、うん、まあ、俺はそういう時は全然あ、いいんですかみたいな、 ありがとうございますって普通に恋を受け取る。そうだよね、私、うん、今もそうだよね、私たちは今そうそうって、うん、やったー、嬉しいじゃん、いや、そうだよ、あの時だから、うん、好きだからさ、食べること、割と人間ケース高いからさ、ありがとうございますみたいな感じで、まあ、ちゃんと食べて、まあ、そしたら、まあ、結果的に、まあ、どうなったかっていうと、5ヶ月ぐらいかな、うん、に怒り始めたんだよね、うん、急になんか
結局何も考えてないし書いてもないだろうみたいな、うん、もう決めつけだよね。いやいや違いますよっていう、うん、まあ、説明しましたよねってちゃんとっていう、まあもう何言ってもダメよそっから、うんうん、まあ、でこうなったらもうこっちはいいもの作れないんだよ、まあそうだね、だってそんなこと言ってくる人になんか結構 体力も使うからね。まあそれはね、そうだって他にも私はやってることとかいっぱいあるわけよ、うん、言ってしまえば、まあまあ、その中であこんなにお願いしたいって言ってくれる人がいるんだったら私も向き合いたいなって思いもあって、ぶっちゃけさ気持ち的なところも多いんだよね正直言って。お金がっていうところじゃない、もちろんそのお金によってその他にやってたその時当時の活動だったりとかも、うん、あのやりやすくなるし、もし当たり前のことなんだけど、うん、まあ、そうじゃなくてもそういう人だったら私は別にいらなかったその金額はっていう感じな考え方として、うん、だからそんななんかなんかモチベーションで私はあの機械的に作れる人間でもないから、だしそういう仕事でもないじゃんそれって、うん、これ仕事じゃないから言ってしまったら、うん、まあ何か難しいけど、うん、そのまあアーティスト活動だよね。そうアーティスト活動だからこれは、うん、そうだからあこれも難しそうだなと思って、うん、まあ会ってまた話してやっぱりもうダメで その、うん、あの時ご飯もごちそうしてあげたのにみたいな、あ、うん、あもうこれ話になんないわみたいな、うん、でしょ。そうだね、俺もそれは思うよそうって感じで、まあ、その時に、まあ、それがちょっと一番こうあからさまにちょっとひどかった例なんだけど、うん、あこういうのになりそうだなってやつがあったの他にも、うんうん、だから私はそれを経験したからもう途中でもカットしてきたんだけど、うん、でそこで私一個気づいたのがね、最初その技術とかを見てお願いしたいと思ってくれてる気持ちは確かにあみんなあったのよ、うん、ただしかしそこでなんて言うんだろう、これも結構言葉を選ぶけどなんか舐められる自分じゃダメだなと思ったんだよね、うん、なんか技術って結構そのなんてクリーンに見てくれる人って意外と少ないと思ったんだよね、うん、わかるこれって、うん、補足欲しいかも、補足欲しい、なんか例えばなんだけど、うん、今の私のじゃ筆のコントロールの技術と、うん、あの時の筆のコントロールの技術って実はあんまり変わってないんだよね、うん、なんだけどあの時の私って例えばだけどバックボーンが分かりやすいものがあったかって言ったらなかったんだよね、うん、分かる、うん、一言で言うと舐められてたんだよね、うん、ただ私もそれでなんか見極めができなかったっていうところも悪かったけど、うん、なんか人間ってある程度なんか自分がそれで例えばだけど話術があるとか、うん、見極める能力が最初からあるとかそういったものがないんだったら、うん、なんか埋めなきゃいけないんだなっていうのもあったんだよね、うん、純粋にその作品を欲しいと思ってくれる人とか、まあ、そう一点物のものとかじゃなくても私の作品を欲しいって本当に心から思ってくれるっていうなんていうの人をちゃんとこうなんて言えばいいんだろうな、自分の力でなんか見つけたいというか、うん、自分も成長しなきゃダメだなってめっちゃ思ったのその時に、うん、自分がなんかアーティストとして将来はそんななんか舐められないじゃないけどそんなになんかひどいような目に合わないような人にならなきゃなっていうのはすごくやるせなさと虚しさがすごくあってその時に、そうだからそういうものに私は結構デリケートに生きてきたかな割と、なんかうまくちょっと伝えられないんだけど、いやまあでも伝わってる感じはするけど結局、うん、その頼む側と頼まれる側、いわゆるその依頼する側とアーティスト側っていう関係性になった時に、うん、依頼する側は分からんのですよ、そのアーティストがどういう作り方をしてるのかなんて分かんないし、うん、どこで悩んでんのかっていうのも分かんないし、それはアーティストだけのものだから、うん、こっちがいちいちなんていうの今どこまでやってるんだみたいなのって違うんだよね、うん、例えば人によっては資料を集めるのに1週間かけて、うん、作品制作に3週間で1ヶ月かかる人もいれば、うん、資料をもう29日集めて1日だけで仕上げるっていう人もいるかもしれないし、うん、それはもうアーティストの個人のやり方で全然違うわけですよ結局は。そうだね、だから依頼する側がね、そのね、分からんのですよ結局で、分かんないんだったら分かんないからやっぱりその深く、うん、どこまでとか、いやここまでとか、ここはこうしてとかっていう風に言わないで、うんうん、なんて言うんだろう、それをやりたいんだったら多分その企業だったりとかそういうのが得意な人に任せるべきであって、うん、そうだと思う。だから言ってしまったらさ、うん、なんかいやそう、私もだから全てに答えることはできないわけであって、うん、じゃあ例えばその人がそうならなかった未来っていうのも想像はできるんだよね、うん、
例えば私がどんなに最初に言ってるし条件も言ってるし忙しかったとしても、うん、この方は多分めちゃくちゃこまめに今こんな状況ですっていうのを、うん、なんか例えば構想の段階でその言語化頑張ってしてやるっていう、うん、そのそれでなんか誠意を感じるんだ、それで それでこそお願いした価値があるみたいなみたいなさ、うん、それでもしその MMA 本人がもしだよ、うんうん、そのそれに対していや億劫だなとかいやそれ嫌だなと思ったらもうそれは不誠実なのよ。そういうことでしょ。だから私はそれが最初にも結構細かく言ったの、うん、今自分はこう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 いう状況だからで、うん、こういうやり方をする人間だからこうですよ、大丈夫ですか、うん、大丈夫だ、うん、大丈夫じゃなかった、うん、それだけの確かに話なんだよ。それ見る目がなかったね。そうだよ、うん、だからさっきの話に戻るんだよ。だから自分も成長しなきゃいけないなと思ったんだよね、うん、そう、まあね、それはねもうね交通事故にあったようなもんですから、うん、そうだね、しょうがないね。でもあの時はフィギュアの フィの字もその携わってはなかったんだけど。ああだからそのかこの活動を始める前のそう話アーティスト作品自体よね。わかんないけど絵描き時代っていうの。そうだね、うん、絵描きでもまあそうだね、まあ、絵はやってたけど絵描きではなかったね。まあでもいろいろやってるもんね。そもそもなんか書道をやってたりとかいろいろやってるもんね。そうなんだよ。ちょっと勘違いしないように補足しておくと私絵描きではなかったんだよ、うん、ただなんか絵はあの学んでたんだよね、うん、そういわゆる今みたいに今私がフィギュア全力で結構やってるじゃん、うん、その感じで絵を全力でこうやってたかそういうタイプで実はなかった。いろいろなんか迷走してた。なんか技術みたいなところは自分なりのスタイルでこうなんか勉強したりとかやりながらいろんなことをこう模索してた時代だったって感じかな、うん、なるほどね。そうあの時は、うん、うんうんうん、まあでもまあまあそんなこともあってまあ今何かを作品を作ってお願いをいただくみたいなお願いされるってことに関してはその時も今も、うん、まあ状況としては、うん、まあその変わらないまあまあ、まあ、わけだから言いたいことはわかる。そうだからまとめると、うん、まあ俺まとめるの好きだからまとめちゃうけどそうまとめてほしい。そうなんかね、うん、これ一歩間違うと間違った受け取り方をされるような話だなと思ったから、うん、誤解のないように、うん、言うと、うん、ものすごくこれ難しい話、そもそも大前提としてめちゃくちゃ難しい話だから、うん、全てをこっちの言ってることを受け取れる人もいない、なかなか難しいと思うね、うん、だからああそんな感じなんだぐらいで思っておいてもらって、うんうんうん、その誰でもいいわけじゃなくて、まあ、気持ちよく制作したいからそういう人からの依頼は受けてるよっていう話かな。でも本当にそういうことになる、うん、まあ、まとめるとね、そうだね、まあ、全面的に別になんか募集してますって感じでもないからぶっちゃけそれは違うかな逆にそれ一本でやるんだったら今それもまた微妙にまた考え方が変わって多分やり方とかも多分違うと思う、うん、変わってると思う。やっぱみんなも気づいてると思うけど私いろいろやりながらやりたいことを今、うん、やりながらやってるから、うん、それももちろん絡んでくる背景としてはその、うん、そういう活動背景にやってるってこともあるから、うん、もちろん、うん、そうだからいろんななんていうんだろう要素が組み合わさった話だからその単一のなんていうんだろうな切りあのある一定のところだけを切り取って脳みそに入れちゃうと間違った受け取り方をするから、うん、絶対するよ絶対その見てるみんながね。そうだからなんかまとめてこのなんか20分30分ぐらいの話をまとめてちゃんと順を追って見ないとなかなか難しい話だしそれ見たとしてもやっぱりなかなか難しいのよこういう話って難しいと思う、うん、だから私別にみんなにその 100% 全然理解をしてほしいとは思ってないんだけど、うん、あのでもこの例えば今100人聞いてくれてる中の例えば2人は、うん、例えば、うん多分気になってる人はいたと思うんだよね、うん、でどんな考え方持ってるんだろうって気にしてくれてる人が多分ね100人中2人ぐらいいるかなぐらいの、うん、多分私割合かなって思って話してるんだけどいいだから普段あんまり話さないんだけど、うん、だから大半の人は私は、うん、人工的な話ね、うん、大半の人はあの私のその例えばイラストだったりとかそのガレージキットだったりとか例えば最近だったらミニードだったりとかデビーだったりとかあとは YouTube のコンテンツとして楽しみたいだったりとかそういう人の方が割合としては多いと思ってるからまあそこまで話してなかったんだけどまあ、うん、いい機会だと思うよ、うん、そのメールとかで問い合わせとかでもあその依頼の受付やってないんですかとかもやっぱ来るし、うん、それは来るもんね確かにそうだからなんかいいタイミングだったかなと思ってるそのアンサーとしてはまああれですよみんな、うん、あの最後ちょっと脱線でまとめるとさ、うん、よく YouTuber の方がさ1個のなんかアンチコメントに対してアンチコメントだったりとかなんかちょっと良くない行為に対して、うん、こういうことは皆さんお願いしますやめてくださいとかいう動画出される方多いやん、うん、確率的な話ねこれは、うん、まあそれぐらいの気持ちで聞いてくれたら嬉しいかな、うん、そのあ難しい、まあ、難しいな、まあ、でも実際その依頼を、うん、受けてるんですかみたいな質問は結構来るのよ、うん
やっぱり、まあね、ありがたいことにね、なんだかんだで来るのよ、その、そうだよね、特に最近さ、その依頼でやってるっていうことをやっぱ発信してたからこそ、あ、うんうん、そうそう、やってんのかなっていうふうに、言ってもののね、そうそうそうっていう質問も結構多く来たから、まあ、それ一個一個ちゃんと返してんだけど俺。そう、あのこれでも、うん、あの他の例えばフィギュア塗られてる方とかでもさ、うん、あのやっぱり最近いろんな人と関わることも多いからさ、うん、表にはなんかあんま出してないけどやられてるって方結構多いから、うん、まあ、わざわざこう細かい話とか思いとかはそんな、こうなかなか伝えるシーンとかもないだろうから、うん、あんま聞くこともないと思うから、せっかくだから、まあね、私は今のとこそういう感じです。そうだね、あと背景にそういうこともあったっていうのを絡めて話したり、うんうん、アート活動はやってるけど制作代行をやっておりませんということですね。あ、制作代行はね、うん、やってないね。でもね、絵のあの話とかもあるんですよ、うん、実はその絵描いてほしいみたいな、あ、ある、あるね、あったりはするけど、うんうん、まあフィーリングが合わなかったりとか、まあそのいろいろと難しいなっていうのは、まあ、こっちからちょっとお断りすることもあるけど、ね、確かにそのフィーリングっていうのも本当にそうだし、うん、フィーリングってね、一言で言うとあれだけど、うん、まあ現実的に難しいこととかもいろいろあるからね。まあ俺は結構細かいからいろいろやっぱ見ちゃう、その言葉遣いだったりとか、うん、あ、そういうことね。あ、そうそう、あの依頼してくるってなったらね、やっぱいろいろ、そういうことね、いろいろやっぱ見ちゃうから俺は、ただ単純に条件がマッチしないってことはよくあるあるの、ね、あ、そういうあるあるだね、うん、うん、これはなんかアーティストとか関係なく多分みんなに、まあまあそれは、ね、当たり前としてあるようなことだと思うけど、ね、うん、そうだね、まあそういうことかな、そういうことかな、そんな感じで、まあ難しいよこれは、伝えるのは難しいから、あんまりこういろいろ喋っちゃったけど、なんて言うんだろう、まあそんな感じなんだぐらいの軽い感じで思っててくれれば、うん、そんな感じなんだって感じで、うん、なんか喋ってんなぐらいがちょうどいいかもね。うん、そんぐらいで聞いてほしい、うん、なんか言ってんなみたいな。そうって結構デリケートで難しい話なんですよ。だからこれがさ、最後に、いや難しいとこだよこれ、私だからさ、うん、YouTube って難しいんだと思うわけですよ、こう発信するって本当向いて、一番向いてないのに一番向いてないのにこうなんか、うん、流れ的に話したくなっちゃう気持ちもあるじゃない。まあまああるよね。そうそうそう、まあ、だから難しいよね結構ね、うん、うん、難しいね。まあいいんじゃない、うん、今のうちは話せる時に話しとかないと、ね、まあそうだね、うんうん、うん、あの時ああやって言ってたけど、あ、今はこういう考え方なんだってめちゃくちゃなんか覚えてる人とか、うん、まあ、あの常に人間は進化していくものですから、前に言ったことがずっとそのまんまってことはほぼない、うん、そりゃ、ね、そうだよね、うん、考え方ってその時のなんか時代背景とかによっても変わったりするものだからね、うん、自分のうちだけの、うん、だけじゃなくてね、うん、うん、人間は成長する、あ、出たなんかその先なさそうだな、なさそう、今なさそうだったな、なさそうだった、なんか出てこなかった。そうだよね、うん、途中まで行ってみたけど、うん、出てこなかった。人間は成長するなんだよ、生き物なんだよみたいな。それつまんないね。なんかでも そこに行きそうだったでしょ、ね、今でも、うん、なんか何もなくて、何もなくてちょっと危なかった。なんかちょっとなんか寒くなりそうだったから止めた。あ、じゃあ私が何か言わなかったらどう終わるつもりだったの、人間は。いや、話すり返した。うわ、結構無理あるでしょ。自分でカットするんですよ、パスタリ。自分でカットする。うわ。っていう感じで、あの、はい、作業をちょっと止めてしまったので。そうだね。はい、うん。お戻りになさってください。お戻りになさり。あ、これはもう別の作業で、私は。これはもう撮影が終わったところ、はい。今はね、あの、電信はちょっと見せてないけど、また、うん、あの、メインの方で動画出すから。あ、そうだね。うん、塗り動画として楽しんで、あの、ね、見ていただけたら嬉しいです。はい。っていう感じですかね。うん、はい。はい。